はい、これがもうちょっとで、さあ、降りるかな。すごいですね、これね。ありがとうございました。いや、でっか、めっちゃでっか。おお、すごいでしょこれ。よいしょ。だからね、品川の社長がさばいてます。はい、カメラいきますよ。見ます、これ。こんな感じですよ。すごいでしょ。こんなでかいの、こんなちっちゃい包丁でね、おろしてんの。はい、違うから見るとこんな感じ。すごいでしょ。はい、あ、結構皆さん見てますね、今ね、ライブ中継。ありがとうございます。今から来ても間に合わないですよ。再来週ね、再来週もう一回ありますからね。再来週は、必ず時間前に来ていただければ、はい、また解体ショー即売、そのままね買えますんでね。これはもうやっぱり限定ですか、早いもん勝ちになります。はい、はい、だんだん来ますよ。おーい、来ましたね。来ました。息が切れますね、社長ね。はい、わ、来ました、ほら、すごいでしょ、この油。ノリノリですよ、ノリノリ。さあ、油身の方入りまーす。いいじゃん。おー、すごい。あ、見て。これ。すっごいでしょ。めっちゃ油乗ってますね。はい、あんまり近づくと社長に怒られるからね。ちょっと引いてますけど。はい、どうぞ。ああ、ほら、すごい。見ました。これからね、切られていきますので。社長、頭とカマ整理してもらって。はい、どんどんとこうね、お買いやすいように。大きいですね。今から向こうで頭と整理しますんで、よかったら整理参加してください。はい、どんどん来ます。
カマトロ、カマトロありますんで。すごいですね、やっぱ50キロって相当ありますよね。私も初めて見ました。これ半身ですね。カマ美味しいだよ、カマ。半身。残りを今、向こうでさばいてます。綺麗に映ってんのかな、ちょっとね、確認できないですけど。今からフランスボールの頭、カマの競りを始めます。ぜひどうぞ。はい、向こうではさっきね、切り取りました。いや、うまそうだ。カマ等が競りにかけられますけど、こっちはまだ黙々と解体と卸してますね。はい、普段これがお仕事のスタッフ皆さんは手際がめっちゃいいですね。これが仕事ですからね。品川スタッフはこれが仕事なんで。見ました、これですよ、ほら。素晴らしいですよ、この切り。めっちゃうまそう。いや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 、これは食いたいな。俺が買えないな、多分な。俺が買えるタイミングにはもうないな。再来週またありますからね。多分もうちょっと違うところ出てくる。はい、おお、行きましたよ、ほら。はい、はい、これが外されました。うわ、すごいね、これでっか。すいません、カマってもう一個あるの？カマね、もうちょっとしないと。今もうじきです。もうちょっと小さいのがいい。この美味しそう、美しい。あんまり入るとまた社長に怒られるから。よいしょ。はい、これ切ってきますからね、今から。すごいでしょ、ここ。見ました、これ。溶けますよ、これ。とろけるね。とろけるね。車の移動をお願いいたします。向こうです、向こうです。お金も払ってってください。はい、どんどん出してよ。大トロ向こうのレジの方から出ますよ。もうこんだけだね。まだこっちにもあるけど、ここもいいな。この部分もまさに。はい、あの50キロのマグロがほぼこんな感じで、はい、プロの手によってさばかれてきました。はい、もうすごいね、やっぱね、2がいるね。血合いくれって、血合い欲しいってすごいね。じゃあ俺この尻尾を買っていこうかなって。何すんだよって、尻尾でかいっしょこれ。ですね。これオブジェにできんじゃないみたいな。
私これでいいからまだだって食べるいやまだあるよね。これまだ身取るでしょ。まだまだ、まあ身これ多分後でまた取る。こういう人は取ったよね。はい、あそこはもうあれが食べる。はい、時間が行ってます。はい、売り場並ぶことはないですね。並ぶ前に買われてる状況です。はい。並ぶ前に飛ぶようにというのはこの状態なんです、はい、子供さんも食えるように、はい、来た、はい、やっぱり、ケースには並びません、持ってきたのがそのまま手渡しで売れてしまいます。いいよ、僕らにはまだ大人じゃない。もっと頭ですね。頭もここに結構まだお肉あるんですよ。これあの値段で競ってった方はめっちゃお得です。これですね、油すごいね、もうね、マグロよく分かってる人はピンポイントで自分のお気に入りの部位が出るのを待ってますね。私が見るに数名いらっしゃいますね。ボイブしてね、細く切ってね、鶏肉これ食べる。おらららら、すっげえ。ああ、もらっちゃいました、皮。絶対無駄にならないですからね、マグロの部位っていうのは。言われてますね、何狙ってるってね。さすが社長、狙いが分かってるんだね、お客さんのね。すごいすごい。そろ終盤に差し掛かってきたと思うでしょう。これからですよ、これから。怒られない程度にちょっと移してきますね。まだこれだけありますから、これだけ。